学校の休み時間あるある。もうそろそろ貸してよ。まだダメだよ。自分ばっかりずるいよ。私が先だったんだから文句言わないでよ。数に限りがある一輪車争奪戦。スケブ急がないともうすぐ先生来ちゃうよ。もう少しで終わりそう。てかマジで宿題あるの忘れてたよ。必死に友達の宿題を写している人。いやー式部あんた昨日も宿題してくるの忘れてたじゃん。しっかりしてよ。宿題を写されてばかりいる生徒の気持ち。授業中休み時間中。いやーてかマジで大志くんかっこいいよね。まあね、でも私はさとしくん派かな。授業中は爆睡で、休み時間になるとしっかり目を覚まして元気な人。なんだかな、前髪が決まらないわね。前髪をチェックしにトイレに行きがち。ここはテストに出るからちゃんと勉強しとくように。じゃあ最後にここの説明をするぞ。おい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 、もう1分も過ぎてるんですけど。私の休み時間返してよ。休み時間を超えて授業を続ける先生にイラッとする。10分の休み時間なのに運動場まで遊びに行くわんぱく児童。学校終わったらカードゲームやろうぜ。じゃあ僕の家でやろうよ。さとしくんが私の席に座ってる。休み時間中に好きな人が自分の席に座っていたら嬉しい。あーうまい。やることないから伏せて寝てるふりする人。